サムライチャンネル。サムライチャンネルへようこそ。今回はジズライダーで有名な北村製作所の G キャッチャーを紹介していきたいと思います。前回スゴラクを紹介した時に草の返り血がひどくて、これが嫌でナイロンコードを敬遠される方も多いようなんですよね。それで昨年ね、私が作ったこの朝日僧帽ですね、まあ別名ね朝日風帽とも言うようなんですけれども、この見た目も抜群な朝日僧帽なんですけど、欠点がね、足元に隙ができて草の攻撃を受けてしまうんですよね。そして若干の重さあるものの視認性も抜群で最高にかっこいいアイテムなんですけれども、現在はですね、新たなる商品開発のため総合研究所でね、開発を続けているところです。そして皆さんね、いろいろね、自作で工夫されてるようなんですけど、いつもコメントをくれるミヤさん、インスパイアーさんという方がいらっしゃるんですけれども、その方からね、自作の草ガードのね、写真を送っていただきましたので、そちらの方もね、ご覧いただきながらお送りしていきたいと思います。皆さん結構ね、自作で工夫されてるようなんですけど、私もね、なんとかしたいなと思いまして、いろいろね、考えていたら、農協の資材店舗でこの G キャッチャーが一つだけ置いてあったんですよね。価格はね、3150円と少し高いかなと思ったんですけど、ワンタッチで装着できて軽量コンパクト、そしてキャッチ効果抜群ということで、まさにね、ちょうどこういうの欲しいなと思っていたら、なんという出会い、もうね、すぐにね、購入してしまいましたね。そして一見ね、この卵のような形をした G キャッチャーなんですけど、赤いシールで NEW2022 というね、記載がありますね。そしてこのジズライザーのステッカー、まあ暴走族的にはね、これジズライダーと呼びたいところなんですけど、気になる文面がですね、ナイロンコード狩りは軽装備で楽々と。ナイロンコードを使ってね、軽装備で良ければ、これはね、いいですよね。まあ私ね、いつもメッシュエプロンを使ったりするんですけど、それでもね、もう上半身にもね、草の返り血がね、大量に飛んでくるんですよね。まあ草の返り血でね、緑色に染まったこの塗装服、これはね、もう暴走族の勲章ではあるんですけど、まあ飛ばないに越したことはないですね。そしてこのね、裏面に書いてあるこの絵、ちょっとね、大きく見えるようにしますね。まあこれを見ますとね、もう今までのコード狩りなんて、安全靴、スネ当て、メッシュエプロン、作業着、それから腕カバー、フェイスガード、ヘルメットと、それがですね、 G キャッチャーを装着すると、長靴、作業着、手袋、ゴーグルに帽子、まあこれでいいって言うんですよね。もちろん安全のためにはね、この重装備もね、大切なんですけれども、草が飛ばないようにワンタッチで3次元に装着可能と、つまり前後左右に微調整可能だと言うんですよね。この白い卵のようなボディは湾曲形状で、竿にね、ワンタッチで装着できて、防護シートで足元までカバーする念の入れよう、そして軽量コンパクトで楽々操作、機動力抜群ということで、重量が 274g とね、とても軽いんですよね。そして従来のね、飛散防止防護カバーは大きくて重いイメージがね、あったんですけれども、これはね、非常にコンパクトで視界も確保されてね、ストレスなく草刈りができそうですね。さあ、それでは G キャッチャー開封していきたいと思います。開封してまず出てくるのがこの説明書ですね。説明書はね、まず一旦こちらに置いときまして、肝心の本体の方を見ていきます。取り出しますとね、なんとなくこうチープ感がありますね。この卵と言いますか、バイクのカウルに例えるなら、ミニ朝日風帽と言いますか、バイクのビキニカウルですかね。本当にこれで効果があるのかね、なんか少し心配になってきましたね。それではまずは草刈り機に取り付けを行って検証していきたいと思います。さあ、それでは取り付けを行っていきます。取り付けはですね、ワンタッチ装着ということで、このバックルでね、パチンと止めて終了なんですよね。
このね、引っ掛けるところが3つありまして、26パイから24パイまで3種類の竿にね、対応していますね。さあ、それでは早速取り付けなんですけど、もともとついていたこの黒いカバーですね、説明書を見ますと、この黒いカバーはね、取り外してこの G キャッチャーのみでいいみたいなんですけど、この黒い標準のカバーもあった方がさらに効果が高いかなと思いまして、この黒いカバーのね、後ろ側に取り付けることにしました。そしてこの G キャッチャーをね、少し左側に傾けた方が効果が高いようなんですけど、この映像を見ますとね、私完全にね、右に傾けてしまっていますね。いや、しかし取り付けはね、本当にワンタッチで簡単でしたね。これなら外す時も簡単ですよね。草刈りをね、やっている視点から見ると、だいたいこんな感じの見え方になりますかね。そして今見ますと、やっぱり黒いカバーを外してもう少しね、前に取り付けた方が、キャッチ効果がね、高いかもしれませんね。そしてもう少し前に傾けてあげてもよかったかなという感じはしますね。まあこの辺はですね、取り付けも簡単ですし、草刈りを行いながら調整していくのもいいかなというふうに思いました。いや、しかしこうしてみますとね、今までにないね、こう面白い形をしてますよね。この見た目にそぐわぬ性能をね、期待して暴走行為を行っていきたいと思います。エンジンをかけたらね、もうまるでイカがね、泳いでるような感じですよね。足がね、もうひらひらしていて、暴走行為のイメージにはね、全く合わないですね。そして説明書にね、記載があったように、今回はね、軽装備で暴走行為を行っていきます。いつもはね、メッシュエプロンをつけたりするんですけど、今回は塗装服とこのホワイトブーツ、いつもの服装で暴走行為を行って、どのぐらいね、草の返り血が付着するのか確認をしていきたいと思います。この秋の草はね、ナイロンコードにはね、結構厳しい構想なんですよね。そしてね、刈り始めてもう一発でね、草の飛散が少ないのが分かります。エンジンパワーに任せてね、もうね、グイグイと刈ってってるんですけど、草が飛んでこないことにね、違和感を感じるぐらいですね。この SRE2730 のトルクもいいですよね。このトルクのおかげでね、もうチップ層と同じような刈り方をしてってますけど、先日コメントで、このナイロンコードをね、右側で刈っていくようにすると草が前に飛んでってくれるので、返り血は少なくなりますよっていうのをね、教えていただいたので、今度ね、そういうのもね、試してみたいですね。いや、しかしね、こうして映像を見ますと、いかに草がね、飛び散っているかっていうのがよくわかりますよね。こう草を切るというよりね、すべて粉砕していってるっていうイメージの方がね、合いますよね。そしてこの G キャッチャーね、軽いので全く重さはね、気にならないですね。まあこんな風にね、バックしながら刈るのもね、草が飛ばないんですよね。さあ、それでは G キャッチャーのこのキャッチ効果を見ていきましょう。おー、意外とね、このイカの青い足の部分、ここにいっぱいね、草がついていますね。今回黒い標準のカバーもね、つけたままにしておいたので、この辺の影響もあってかね、上の方はね、少なめの付着状況となっていますね。そして表面もね、若干ね、草は付着しているんですけど、この辺はね、もう左右に振っているので、左側の方が草が多く付着する傾向になりますね。ただ撮影はね、ちょっとしてなかったんですけど、取り外してね、水洗いをしたら結構ね、さらっと汚れが落ちていくんですよね。洗車ノズルのね、ジェットまでいかなくても、強めのシャワーでね、さらっと流れていく印象でしたね。さあ、説明書に記載があった通り、軽装備で行った暴走行為でしたが、塗装服への草の返り血はどうだったでしょうか。さすがにゼロというわけにはいかないんですけれども、圧倒的に少ないですよね。左の腕と、それと下半身ですね、腰から下、そこにね、若干のね、草の飛散が見られますね。むしろあれだけね、暴走行為を行っていてもこの程度で済むっていうのはね、すごいですよね。 G キャッチャーのね、セッティング次第ではまだまだね、この草の飛散ね、少なくすることができそうですね。ワンタッチ装着で重さも軽くて、これだけね、
飛散する草を防いでくれれば十分ね、価格に見合うものがありますね。ただ耐久性についてはね、今後継続して使っていって確認をしていきたいと思っています。最後にね、取り外しのね映像をご覧いただきたいと思います。もう本当に簡単でね、これは良い商品買ったなという感じになりましたね。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やグッドボタン、そしてコメントが私の動画作成の原動力です。草刈りに楽しみを。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。